新型コロナの感染拡大で制限していた外国人観光客の受け入れを政府があす再開することを受け県内でも誘客の準備が本格化しています上町の薬さんのふもとで温泉施設やコテージなどを運営している上町振興校舎です薬来ガーデンなど四季折々に美しい姿を見せる里山を生かして多くの外国人観光客を呼び込もうと これまで旅行会社とともに実証ツアーを行い準備を進めてきましたそこで課題として挙げられたのが空港や主要な駅から観光地までの交通手段についてです仙台駅からもしくは空港から直結でこちらに来れる便はあるのかというのを大変たくさんいただきまして交通の便が実はちょっとネックになっておりまして これまで薬来山の周辺に足を運んでもらうためには仙台駅と上町を結ぶ高速バスの終着点からマイクロバスに乗り継いでもらう必要がありましたその不便を解消するため土日祝日に限り来月16日から11月下旬まで終着点を薬来山まで延長し上町 にたくさんのの海外のお客様来ていただいて上町の良さを知っていただき多くの神ファンを増やせたらいいなと期待しております。